スプレス守谷駅から少し北へ行くとつくばエクスプレスの総合基地があります。総合基地のそばに筒戸城があります。筒戸城は1559に筒戸氏によって築いた城です。戦国時代の末、茨城県南部は小田原の北条側と水戸の佐竹側に分かれ激しく争っていました。筒戸城は北条側についたため1589年、佐竹側の武将の多賀や家重に攻め落とされ、翌年の豊臣秀吉による北条氏討伐で北条氏に加担したため、筒戸氏も筒戸城は廃城に入りました。現在は全福寺境内や宅地化されていますが、土塁や空堀の遺構が少なからず残っていて、当時を忍ぶことができます。かつては城の三方を小貝川に派生する湿地帯に取り囲まれた要害の地でありました。守谷城を訪ねた時に道路地図を見ると筒戸城跡の表記があったので立ち寄ってみました。